1点を先制した会津北嶺は2回に打線が躍動します。打者一巡の猛攻でヒット8本を集め、この回だけで8得点のビッグイニング。序盤で大量リードを奪います。一方、9点を追う苦しい展開となったいわきは4回、6番菅、7番水野の連続タイムリーで2点を返します。しかし、いわきはその後も2点を奪われ、9点差で7回を迎えます。この回3点以上取らなければコールド負けとなる場面で、ワンアウト満塁のチャンス。1番志賀の当たりはセンターの頭上を越えるタイムリーツーベース。2点を返してなおも三塁二塁とします。しかし、あと1本が出ず、28年ぶりの甲子園を目指したいわき、準々決勝で涙を飲みました。絶対泣かないなって思ってたんですけど、なんか知らないけど涙が出てきて、みんなで勝って甲子園に行きたいという気持ちだったんですけど、負けてしまってすごい悔しい気持ちでいっぱいです。一方、創部6年目で初のベスト8に続き、ベスト4進出も果たした会津北嶺。会津勢としては21年ぶりの快挙です。実感は全然ないんですけど、もう勝った瞬間、その喜びはもう本当半端なかったです。もうここからはもう気合で行くしかないと思うので、相手も学校石川さんなんで、自分たちなりに思い切り戦っていければいいと思います。